今回私は銀河系の中心付近にある惑星バルティアという非常に地球に似た環境の秘密惑星に行ってきたということだ。しかしなぜ行くことになったのか、これは言うまでもないことではあるんだが、どうしても地球人のクローン人間を見てみたい、他の惑星で生活している人間の姿を見てみたい、こう思い惑星バルティアへ向かうことになったということだ。惑星バルティアまでの距離は光の速さで行けば約2万6500光年かかる。しかし我々はワープ経由で行ったがゆえ16時間で到着したということだ。もちろん惑星バルティアの巨大宇宙船 1.5 キロほどの長さの宇宙船で向かったということだ。その惑星バルティアでの秘密体験をまとめた動画というのも今回先輩方に提供しようと考えている。収録時間は4時間57分。ファイル数は25。一つの動画の長さはだいたい10分前後だということだな。あと動画で話している項目なんかは、まあ、後から専用サイト、説明サイトをよく見て全てを確認してくれた場合、全て話している項目は全て書いているから全てを確認してくれた場合。それでは先輩方、バルティアシークレッツの秘密サイトでまた会おうではないか。あ、そうそう、言い忘れていたことが一つある。特別価格での申し込みは一定数に達し次第すぐに締め切らせていただく。これだけは注意してくれたまえ。それでは失礼する。以上だ。